今私はとあるお店に向かっています。すごい恥ずかしい格好ですが、前にそして後ろに大きなバックパックを背負っています。昨日空港で荷物受け取りの際紐がちぎれてたので、それを修理しに行きます。ではまた。なんとか、終わりました。うるさいね、ほとんど何言われてるかわからなかったんですけど、気合で乗り切りました。なんかこういう時は本当は事前に、自分の言わなあかんこととか調べなあかんと思うんですけど、めんどくさいし、なんかいけるかなと思ってあんまり調べずに行っちゃいました。まあ、でもなんとか紙ももらえたし、これでいけるんじゃないでしょうか。ではオラコマエスタン、皆さんこんにちは、マコです。今回私はバルセロナ到着時のことについてお話しします。まずですね、空港なんですけど、切らない人も多いんじゃないでしょうか。入国審査です。私も大嫌いなんですけど、入国審査の時ですね、長蛇の列ができてました。はい、その時はちょうど土曜日のお昼間だったので、まあ、一番多いかなっていう感じだと思うんですけど、でその空間自体が暖房が効いてるせいかすごく暑くって、はい、大変でしたね。で途中でなんかおじさんがですね、こんなに人並んでるのになんで検査官が少ないねんっていう風に怒ってたぐらいなんで、かなりみんなもストレスだったんじゃないかなっていう風に感じてます。はい、でも並んだんですけど、入国の審査自体はすごい緩くて、まあ、私自身ですね、スペインじゃない、オーストラリアと、カナダのワーキングフリーデーを経験してるんですが、その入国の時そんな厳しかったっていうイメージはないんですけど、まあ、最低限ですね、滞在はどれぐらいなのかとか、まあ、働き場所があるのかとか、まあ、滞在場所決まってるのかとか、そういうぐらいは何個か質問とかはあったと思うんですけど、スペインはですね、まあ、オラーって言って全く質問されず、一応写真だけ見られて OK みたいな感じで言われたんですね。もうちょっとさすがにあかんかなと思って、一応ビザ持ってるよっていう風に伝えたら、え、持ってるのっていう風に向こうがびっくりしたっていう、すごい、緩かったですね。で、まあ、無事入国審査を終えて、で次ですね、最後の荷物のピックアップの場所に行くと思うんですけれども、で、まあ、普通はですね、その掲示板があって、ここの空港会社の人は何番にいてくださいよっていう風な案内があると思うんですけど、もう1時間半も経っちゃってたんで、番号の表示とかがもうなくなっちゃってたんですね。で、まあ、仕方がなしにスタッフの方に聞きましたら、まあ、案内してくれて、で行きますと、もうコンベアも止まっちゃってました。で私が預けた荷物はスーツケース、大きなスーツケースと、まあ、大きなバックパック、リュックですね、はい、があったんですけど、まあ、無事2つ見つけることができました。ただバックパックを見るとですね、紐がブチって切れてまして、まあ、開閉部分なんで、その紐を取るとですね、もう閉めれないような状況になっちゃうっていう感じだったんで、スタッフの人に聞きましたら、でもこれは動くんで保証範囲じゃないっていう風に言われて、まあ、例えばスーツケースのそのキャスターのコロコロの部分がなくなったりとか、あとなんだろうな、紐じゃないな、なんて言ってたかな、あ、そうそう、リュックの肩紐の部分が切れたとかだったら、まあ、機能してないからダメだよっていうふうに言われたんですけど、まあ、悔しいんで食い下がってですね、でもここも開けたら閉まらなくなって機能しないことだよねっていうふうに、まあ、言ったらですね、まあ
一応ですね、そのバゲージクレームのとこに案内してくれたんで、でそこに行って受付してもらうことになりました。まあ、そこもですね結構並んでて、30分ぐらい待ったのかな。で受付してもらって、でバルセロナに住んでることを説明しますと、あ、じゃあここの指定した場所、お店、カバンの修理の場所なんですけど、まあ、そこに行ってくれたら自己負担、私の負担がなく修理するからっていうことで言ってもらえたんで、まあ、それで無事空港を出たっていう感じですね。うん、でそれでまあ言いたいのはですね、結構海外だとあると思うんですけど、日本じゃ行けるやろっていうのが結構無理とか言われてですね、まあ、その修理も私の落ち度じゃないのに、まあ、修理の保証範囲じゃないよっていうふうに言われたんで、まあ、それもちょっと食い下がってみると、まあね、ゼロやったのが100というか、自己負担がなく修理してもらえることになるんで、まあ、そういうふうにちょっと粘って言ってみてもいいのかなっていうふうに感じました。これからですね、バルセロナの街歩きとか、まあ、私の日常生活などまた上げていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。チャオー。